どうもこんにちは、ブックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで今回は読書大好きな僕が最近読んでマジで面白かったなという本を5冊紹介していきたいと思います。僕自身めちゃくちゃミステリー好きなのでミステリー小説多めとはなってしまうんですけれども、これはやばいと思った本を紹介しますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは早速1冊目から参りましょう。はい、ということで1冊目から紹介していこうと思うんですけれども、今回は9月から、10月前半ぐらいかなに読んだ本の中で、いやこれ最高だったなという本をちょっと熱量増し増しで紹介していこうと思います。では1冊目から参りましょう。もうこれが一番語りたくてこの動画撮ってるまであるんですけれども、1冊目がこちらです。じゃん、白井智之さんの名探偵のはらわたです。はい、一冊目がこちらの名探偵のはらわたなんですけれども、これめちゃくちゃレベルが高いミステリーで、最近読んだ中ではマジでトップクラスに面白かったので、ここでね紹介させてください。ちょっとタイトルがね、わ、名探偵のはらわたって何ってちょっとグロいのかなってなると思うんですけれども、こちらの作品のあらすじ話していこうと思います。まずこちらの作品、主人公2人いまして、1人が名探偵の浦野久という人物、そしてその助手である原田渉という2人の人物が主人公になってきます。まあミステリーものでね、この名探偵と助手のバディものっていうのはいっぱいあるので、この作品もね結構王道なミステリー小説となっているんですけれども、浦野探偵事務所の、浦野久と原田渉がある事件に遭遇してしまいます。その事件がある場所で放火事件が起きてしまい、7人が火傷によって重体ないし即死してしまったという事件です。ただこの事件一つおかしな点があって、この場所で放火されて焼かれた人物たちは火に抗った形跡が一個もないっていう不思議な事件だったんですよ。普通だったら火がねこう自分の体に来てこう燃えて熱い状態になってたらこう消そうとしたりこうもがいたりするじゃないですか。なんですけどこの7人はそういう形跡が一切ないと。なぜこういう状況が発生してしまったのかというものを浦野久と原田渉の探偵コンビが解決しに行くという序盤になっていまして、探偵ものなのに放火事件から始まるんだって結構僕も読んでてですね、ちょっとなんだろうな、あんまインパクトないなと思っていたんですが、この作品ですねこの後にとんでもない展開が待ち受けていて、概要だけちょっと言っちゃうと、ここから、殺人鬼たちとのバトルが始まるんですね。で、これはね、なんでそうなってしまうかっていうのは結構ネタバレになっちゃうので言わないんですけど、なぜかその放火事件という出来事から殺人鬼 VS 名探偵の、バトルがどんどん続いていくというミステリー小説になってます。物語構成は先ほどの放火事件、観音寺事件と言うんですけれども、観音寺事件、八重貞事件、農薬甲羅事件、そして津賀山事件の4つから構成されている小説となっています。いやこれ本当に完成度が高すぎて、どの事件もですねやっぱりこうインパクト、最初の観音寺事件とかは放火事件の話なのであまりインパクトないかなと思いつつも、どんどん読み進めていくと、殺人鬼とのバトルがあったり、そしてこの事件に対する、名探偵と助手の関係性も変わってくるし、この事件全体をくくった時にこう秘められた秘密謎も次第に浮かび上がってくるという、完成度の高いミステリー小説となっています。これねもうほんと震えましたね。僕も読んだ時にここまで意味があるんだというか、もう本当に一つ一つの些細な描写まで全部最後につながっていく、ここのストーリー展開というか物語がたまらんなと思いながら最後まで読み切ってしまいました。物語の終わり方も最高でですね、もう本当に気持ちいい、ミステリー小説でしたね。これ本当におすすめです。特にここめちゃくちゃいいなと思ったところが、一つ一つの事件に対して名探偵の浦野久とその助手である原田渉の推理っていうのが結構違っていく場面が結構あって、これはですねこの多重解決ミステリーっていう、一つの事件に対していろんな解決策を提示しているっていう、ミステリー小説のジャンルがあるんですけど、それがすごく完成度高かったなと思いました。特に最後の津賀山事件ですね、この最後のエピソードなんですけど、これもたまらんですよ。ミステリー好きには本当にもう全部が刺さる物語になっているので、ぜひぜひこちらおすすめです。ただちょっとねグロいシーンがポツポツあるので、そこはですねもしグロいシーンが全部ダメだよっていう方は、あんまりおすすめはしないんですけれども、全然ね殺人事件を一応扱ってるので多少の、グロい表現なら大丈夫だよって方はぜひぜひおすすめです。でこの作品実はもう姉妹編というかもう一つセットの小説があって、それがですねこちらのちゃんと名探偵の生贄という小説です。
僕はですね、こっちの作品から最初入りまして、これもですね、インパクトある作品なんですけれども、人民協会殺人事件と、まあサブタイトルにもある通り、ある隔離された場所で、信仰されている、まあ、宗教がありまして、そのカルト宗教がこう救っている土地で起きてしまった連続殺人事件を、解いていくという作品になってます。で、この作品がですね、2022年のミステリー小説界をもう沸かしに沸かしまくった一冊で、めっちゃおもろかったんですよね。で、これは本当に先ほども説明したこう多重解決っていうものと、僻地のね、カルト宗教が関わっている殺人事件っていう、こう特殊な状況のミステリー小説、これが、どっちも高濃度の全部をね、こう濃縮してぐちゃぐちゃに書き集めました。でもめちゃくちゃ整ってますっていう小説なので、これもたまらなく面白かったです。僕は去年この作品がすごく話題になってたので、こちらの作品読んだんですよ。で、いや、めっちゃおもろいなと、白井智之さんマジ面白いなと思って、この作品の姉妹編であるこちらの名探偵のハラワタ、今回読んだわけですよ。僕はこれ1冊目2冊目っていう感じで読んだんですけれども、まあ本当はこっち1冊目でこっち2冊目で読んだ方が、この名探偵の生贄の方である語られるエピソードがあるんですけど、それがめちゃくちゃエモく映るので、直接的にはあんま繋がってはいないんですけれども、まあ、分かる人には分かるというか、こっちの作品読んだ人ならご褒美のようなエピソードが入っているので、これもぜひね、こっちの作品読んで気になったという方は読んでみてください。どちらもですね、単体の作品として見てもレベルが高いので、ぜひぜひおすすめとなっています。ということで、最近読んだ本1冊目がこちらの名探偵のハラワタでした。はい、続いて最近読んだ本2冊目がこちらになります。じゃん、結城晴郎さんの実戒です。こちら今超話題になっているミステリー小説の1冊になります。こちらの作品あらすじを話しますと、主人公がですね、浪人中のリエちゃんという女の子になります。リエちゃんはこう美大に入りたいんですけれども、こう美大を目指していて、まあ、浪人中という身なんですけれども、そのリエちゃんがですね、こう浪人中のその息抜き的な感じで、父親と共に叔父が所有していたある島に向かいます。なんでこの島に向かうのかというと、この叔父がですね、最近亡くなってしまいまして、この島の所有権が、まあ、父に移ってきたと。もしその島余っているのなら、ぜひうちの会社でリゾート施設を作らせていただけませんかという依頼が父の元に来てですね、リゾート施設を開業するために集まったスタッフたちプラス父と主人公のリエちゃん、計9人がですね、この枝打島という島を訪れるというお話になっています。その島に入っていくとですね、結構不穏な感じが漂うんですね。で、おじはあまりこの島には来ていなかったはずなのに、まあ何か生活の跡があるなと、誰かが出入りしていたんじゃないかな、かなりこう不信感が高まりつつも、まあ今夜はそこで寝ようとなって、施設に集まった9人がですね、その枝打島で一泊するんですけれども、なんと次の日の朝、9人のうちの1人が死体となって発見されてしまう。そしてその死体のそばには、この島で守らなければいけない10のルール、実戒が記されていたというお話になっています。はい、この作品あらすじから、まあ、結構ね、王道なミステリー小説だとは思うんですけれども、この作品の一番面白いところというか、こう結構新しいなと思うところが、死体を発見してしまってから、こう10のルール、実戒を守らなければいけないというところが、結構面白い部分かなと思いまして、この部分をちょっとね、詳しく説明しようと思うんですけれども、この死体を発見して、こう10のルールをね、守らなければならないってこう言われた時に、もう怖くて、普通はね、すぐにこう島の外に戻りたいし、殺人犯がどこかにいるってなったらパニックじゃないですか。なんですけど、この枝打島に残った、まあ、8人はですね、この10のルールを守らなければならないんですよ。で、これなぜかというと、犯人がですね、この島の中に大量の爆弾装置を、用意していて、もしこの10のルールを破れば、犯人ごとですね、この島を爆発するよっていうのをこう暗にこう示唆してるわけですよ。で、これはやばいと、残った8人のメンバーもこのルールには従わなくてはならないと言って、このルールに従いつつ、犯人が定めた3日後という期限があるんですけども、その3日後まで犯人を探さず生き残ろうってなるわけですね。いや、ここのその犯人を探してはいけないっていうルールがある中での、主人公たち、リエちゃんがもうね、隠れて推理するわけですよ。で、犯人を、まあ、探してはいけないけれども、犯人にバレないように進めるっていう、
このねドキドキした緊張感が読めます。ここがめちゃくちゃ、この作品では際立ってたなというポイントになります。でここからちょっと深く話していくんですけれども、この作品すごく注目されていて、っていうのも前回ですね、この結城晴郎さん、著者の結城晴郎さんが前作箱舟という作品でものすごくバズり散らかしたわけですよ。SNS でね、この作品は何だと、とんでもない作品が出たなと話題になったのが箱舟という作品だったわけです。でこの箱舟はですね、ある種この実界と同じようなストーリー展開というか設定になっていて、箱舟ではある地下施設を訪れた大学生プラスその場にいた家族3人組が箱舟に閉じ込められてしまって、箱舟を出るためには1人犠牲者を出さなければいけない、その犠牲者を決める中でなんと殺人事件が起きてしまうというのが箱舟なんですね。でその次の作品がこちらの実界と、この箱舟を出した後、どういう話を書くのかなって結構注目されて出たのがこの実界なわけですよ。で僕正直に言うと、この箱舟はですね、もちろんものすごく面白いし、物語の中でね、伏線もしっかり張られつつ、最後のとんでもない終わり方でめっちゃ面白いなとなったわけなんですが、一つだけ不満を言うなら、この箱舟の中でキャラクターがね、舞台装置としてしか、映ってらないというまではいかないんですけども、結構ね人間性が見えないというか、キャラクターがあまりこう魅力的ではなかったんですね、箱舟が。でこの実界もですね、ちょっとその気があって、例えばですね、この作品でうーんって思ったところが、死体を発見した後にあんまりですね、なんだろうな、登場人物たちがそれほど戸惑ってないというか、なんかそこがちょっと読めなくて、じゃルールしたこっかみたいなそんな、ここまで淡白ではないですけども、そういうのがちょっと見えてて、なんかやっぱちょっとキャラクターが舞台装置と化してるなーっていうのはちょっと思いました。ただ、物語自体はねすごく良かったので、いいかなと思ったのがこの作品単体での感想です。これね、箱舟、前作の作品を読むのと読まないとじゃあこの作品の評価がもう180度変わると思ってて、これ箱舟読んだ方からするとめちゃくちゃすごい作品に化けます、この作品は。でこれはね、もちろんこの一作目は読まないとわからない、秘密というか、ある仕掛けがあって、それを知ってから読むとこの作品の中で行われていることが恐怖に変わるというか、もうそこがね、この作品は読んでよかったなと思ったところでした。ただこの作品から読んでこの作品だけで評価するとなると、ちょっとなんか弱いかなと、キャラクターの魅力もあまり出ていないし、仕掛け、物語の仕掛けの部分だったりとか、ラストの盛り上がりの部分だったりとかもすごく良かったんですが、この作品単体ではなく箱舟を読んでから読んだらめちゃくちゃすごいんですよ。そこがね、ちょっと惜しいなと思ってしまいましたね。なので、この作品から読むのはおすすめはしないです、僕は。で、必ず箱舟から読みましょう。で、この箱舟、いろんな動画で僕語ってるんですけど、この作品はめちゃくちゃおすすめで、こんなに小説面白いんだって思える、きっかけになれるような一冊だと思うので、ぜひ箱舟からね、読んでみていただいて、箱舟読んだ後にこちらの作品読んでみてください。もう世界が一変するような衝撃のラストを味わえると思います。ということで、最近読んだおすすめ本2冊目が結城晴郎さんの実界でした。はい、続いて3冊目、これですね、もう完全にダークホースでした。こちらになります。杉井光さんの世界で一番透き通った物語です。はい、こちらですね、最近話題になりまくった一冊となります。で、ついね、僕も買ってこちら読みました。もう最高です。こちらもめちゃくちゃ良かったですね。はい、ということでこの作品の紹介していきたいと思います。こちらあらすじ説明させていただきます。物語の始まりは、大御所ミステリー作家の宮内祥吾という人物が死んでしまったというところから始まります。で、この大御所ミステリー作家はですね、妻帯者ながら多くの女性と交際して、浮気相手の中で子供を作ってしまったと。で、その浮気相手との子供がこの作品の主人公である東馬くんという青年になります。で、そんな東馬くんのもとにですね、この大御所ミステリー作家宮内祥吾の、実の息子である東馬くんからすれば兄にあたる人物が、世界で一番透き通った物語というタイトルの小説を死の直前まで書いていたらしいと。で、お前は何か知らないかと
その宮内の本来の息子から主人公の東真くんにですね聞かれるわけですね。長男からの連絡をきっかけに、その世界で一番透き通った物語という原稿を、東真くんが探していくという物語になっています。こちらの作品ですね、ちょっと特殊で、物語全体というか物語だけで見るとすごく読みやすいですし、どんどん先読めるし、まあ、ミステリー仕立ての話となっていて、世界で一番透き通った物語を探しにこうどんどんいろんなところに行くというストーリーで、結構面白かったんですけれども、この作品のすごいところってそこじゃなくて、この紙の本でしかできない仕掛けが眠っているんですよね。でそれを物語の後半に体感した時に、まあ、とんでもないなと、めちゃくちゃ鳥肌が立った作品になります。でこれですね、もうネタバレは絶対できないなと思いつつも、まあね、ぜひ皆さんに読んでほしいなと思って、今回ちょっとね、まあ、紹介しようと思って持ってきました。まあ、帯にも書いてあるんですけれども、これ電子書籍化はちょっとできないですね。まあ、ぜひねこれ買っていただいて、ページ数もね全然少ないです。200ページ弱かな、210、20ページぐらいなので、まあ、さらっと読めると思います。なんですけど、その中でもう紙の本で読むことで味わえる最後のこう本当にこう透き通る感じ、あ、透き通ったわっていうこの感じはね、ぜひ味わってほしい。 いやこれは本当に良かったです。もちろんこの仕掛けありきの物語の読後感、もう最後の1ページなんて本当涙もんですね。これは本当に良かったな。ちょっとねネタバレできないのであまり詳しいこと触れられないんですけれども、まあ、ぜひこの紙の本でしかできない体験ってどういうことって思った方はぜひぜひ読んでみてください。もう最後の透き通った瞬間にもう鳥肌立つこと間違いなしの傑作となります。ということで簡単にはなってしまいましたが、最近読んだおすすめ本3冊目が杉井ひかるさんの世界で一番透き通った物語でした。はい、続いて最近読んだおすすめ本4冊目がこちらになります。ちゃんと市川優斗さんのバンプドッグは叫ばないです。はい、こちらの作品ですね、僕のチャンネルで前からですねたびたび紹介しているマリア&レンシリーズという、まあ、ミステリー小説シリーズがあるんですけれども、そちらの最新作第5弾になっています。これをね最近読みまして、ちょっとね言いたいこといっぱいあるので語らせてください。でこの動画で初めてこの作品とかシリーズ知ったという方は軽く説明するんですけども、こちらのシリーズ SF ミステリー小説になっています。1冊目がこれめちゃくちゃ傑作なんですけど、ジェリーフィッシュは凍らないという作品で、この作品からどんどん続いていくシリーズなんですけれども、このシリーズを通しての世界観は僕たちのこの現実世界ではありえないような、まあ、技術だったりこう出来事だったりがいろいろ起きている、まあ、SF の世界観のお話の中で、理系的な知識がふんだんに盛り込まれているミステリーシリーズとなります。で1冊目でいうと、このジェリーフィッシュは凍らないという作品は次世代飛行艇ジェリーフィッシュという クラゲ型のね飛行艇があるんですけれども、その飛行艇ジェリーフィッシュの中で起きてしまった殺人事件というものを物語全体の主人公であるマリアと九条蓮という2人の刑事コンビが追っていくというお話になっています。でそのシリーズ作品の最新作がこちらのバンプドッグは叫ばないと。そしてこのシリーズの魅力、僕何が一番魅力かと、まあ、語っているかというと、まあ、読後感なんですね。このシリーズの作品ですね、どれもこう哀愁が漂う感じ、ラストに今までの犯人の動機だったりとか、まあ、トリックだったりとか、こう解いた謎に対してのこう何かがこう崩れ落ちる瞬間っていうんですか、そのちょっとふわっとしてしまうんですけども、そういうなんかこう悲しいけどこれで良かったのかなみたいな、そのエモい感じの読後感を最後に持ってくるのがこの市川優斗さんマジで上手くて、もう僕のなんだろ こう好みにめちゃくちゃぶっ刺さってたシリーズなわけですよ。そのシリーズの中での最新作ということで、こちらも楽しみに読ませていただきました。でこちらの、バンプドッグのあらすじちょっと紹介したいと思います。この作品3つの内容が同時進行していくというお話になっていまして、まあ、1つ目がこのバンプドッグという、まあ、殺人鬼が登場するんですけれども、その殺人鬼に関して、関わりのあった人物たちの目線の物語、これがインタールードと呼ばれるものです。で2個目がバンプドッグインサイドとくくられてはいるんですけれども、ある強盗事件を起こしそこから逃亡している5人チームが登場するんですけれども、その5人チームが隠れた
隠れ家の中で殺人事件が起きてしまうバンプドッグインサイドというお話、そして3つ目がですねバンプドッグアウトサイドといって、このバンプドッグというあの20年前に猟奇殺人を犯した殺人鬼がなぜか逃亡してしまい街に放たれてしまった、その殺人鬼をマリアとレンが操作して突き止めていくというバンプドッグアウトサイド、この3つの物語が同時進行していくという物語になっています。この物語の中でキーとなってくるのはこの題名にもある通りバンプドッグという殺人鬼なんですね。でこの殺人鬼がなぜ逃走してしまったのか、そしてこの殺人鬼を探す中でなぜ強盗事件がクローズアップされているのかという、この2つの謎がどんどん絡み合っていくというお話になっています。でこちらページ数が300ページ強あって、しかも2段組なんですね。でこう読んでこう読みみたいな、もう文字がびっちりでもうボリューム満点なわけですよ。まあ3つの物語をね同時進行しているので、まあ、こうなるよなと思っては、まあ、読み進めていったんですけども、この先の魅力、まず1つ目がもうマジで読みやすい、スラスラいけると思います。まあ、各それぞれ、まあ、バンプドッグという殺人鬼の話と強盗事件の話同時進行で進んでいるんですけど、つながるであろうこの期待感が高まる様子とかめちゃくちゃ読んでて興奮しますし、このマリアとねレンの、まあ、2人がねあのどんどん事件に対してこう操作していくんですけど、そのなんかマリアのねあの操作というかその推理能力が結構この作品でもねもうキレッキレだったので、それがもうファンとしてはめちゃくちゃ読みやすかったです。でトータルの、ね、満足度はめちゃくちゃ高かったんですけれども、この作品ねあのシリーズファンだからこそちょっと思うところが何点かあって、それも同時にお話ししたいと思います。でこのシリーズの魅力、こう僕さっきですね読後感が素晴らしいと、でキャラクターの掛け合いも素晴らしいと言ったんですけれども、まあ、ある種この作品があのシリーズ作品を通しての集大成のような、まあ、立ち位置になっていて、これファンとしてはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、過去の登場人物たちが一斉にこう集合する場面があるんですよ。出てくるんですね、いろいろと。でそれすごく熱いなと、これ読んでてねめちゃくちゃそこは、まあ、熱くなれたんですけれども、そこのねあのまとめ方というかちょっと散らかっちゃってるなと思ってしまいました。バンプドッグをメインにしたメインエピソードと強盗事件の5人をメインとしたサブエピソードプラスマリアとレンの捜査だったりとか、そこにこの過去のシリーズたちのキャラクターがどんどん登場していくわけですよ。でちょっとねページ数まあ多いんですけど、その中でもちょっとなんかな ちょっとまとまりがもうちょっと欲しかったなというのは印象であって、特に顕著だったのが、僕結構あのマリアとレンという2人のキャラの掛け合いがすごく好きなんですけども、過去シリーズ作品のキャラクターがちょっと出すぎてて、あんまりそのマリアとレンの掛け合いがちょっとしっくりこなかったですね。なんか特にレン君がこうマリアにねダメ出しというかこうなんか結構突っ込んだりするんですよ。でそれに対してこうマリアがうるせえよみたいな、そのなんていうんですかね、このちょっと口で言うとちょっと安っぽくなっちゃうんですけど、そういうなんかこの2人でこうバディとしてもう互いを信頼してるからこそこう憎まれ口も言い合うみたいな、まあ、そういうところをちょっともっとね読みたいなと、まあ、そこ僕むしろそこは大好きだったんですけど、まあ、この作品の中ではなんかそこはちょっとどちらかっちゃってて、なんか普通に嫌な部下だなみたいな結構思っちゃいましたね。でなんでこう思っちゃうのかなというと、やっぱりあの他のシリーズの、登場人物たちが一同に会するのもあるし、なんか2人のその絆の部分があんまちょっと、見えないなっていうのがありました。もちろん過去のねシリーズ読んでれば、まあ、キャラクターの関係性とかも分かるでしょっていうのは分かるんですけれども、ちょっとねシリーズの通したある種集大成のような、作品だからこそもう少しねマリアとレンの特別感を味わいたかったなっていう、完全にこれは厄介オタクみたいな感じなんですけども、ファンだからこそここはちょっとねちょっと散らかっちゃってたなと思いました。ただシリーズ作品のまさかのあの人物が登場するんだとか、結構ファンならではの面白さっていうのが結構あったので、結果的には結構僕は満足したんですけれども、これシリーズとして読まないとちょっと霞んでしまうのかなと結構思いましたね。なのでこの動画で初めてこのシリーズ作知ったっていう人はぜひね、まあ、ジェリーフィッシュ、ブルーローズ、グラスバード、この3つの作品ぜひ読んでいただきたいです。これはどれも完成度高すぎますし、特に僕が、ずっと言っているこの読後感の部分、ここがね気持ちよく
絵目読めますので、ぜひね気になった方この3冊から読んでみてはいかがでしょうか。ということで最近読んだおすすめ本4冊目がバンプドッグは叫ばないでした。はい、ということで最後5冊目ですね、最近読んだおすすめ本がこちらになります。ちゃんと長谷清舟さんの少年と犬です。はい、ここまではねいろんなミステリー小説について語ってきましたが、この作品、ミステリー小説はないです。こちら犬小説となっております。あらすじを簡単に説明しますと、こちら一匹の犬が主人公となっていまして、仙台から物語がスタートするんですけども、その一匹の犬がこう南へ向かうんですね。で、南へ向かう中でいろんな人間と出会っていく。そしてその中での犬と人間の友情っていうものをとことん美しく見せてくれた連作短編集となっております。で、こちら第163回の直木賞受賞作となっておりまして、こちらの作品ですね、めちゃくちゃ泣きました。僕はもう大好きですね、この作品で。こちらの作品の魅力をねちょっとつらつらと話していきたいと思います。で、この犬、一匹の犬がですね、まあ、タモンって言うんですね、本名は。なんですけど、そのタモンが仙台からね始まるんですけど、まあいろんな人間と出会っていって、その人間とそのタモンのエピソードがどんどん綴られているんですね。で、これが特に面白くて、タモンと出会った人間っていうのがもう関係も違うし、まあ、老若男女、年齢も性別も違う。だけどタモンといることでその人間たちが満たされていくっていう様子を見ることができます。で、こちらの作品7つのエピソードが入っておりまして、まあ、それぞれ言うと、男と犬、泥棒と犬、夫婦と犬、少女と犬、娼婦と犬、老人と犬、そして最後少年と犬という7つのエピソードになってます。で、このエピソード一つ一つ撮ってみても、主人公はタモンなんですよ。で、でもタモンって喋れないんですよね、まあ、犬だから。なので各エピソードの主人公はタモンを見つけた人間側の視点となってエピソードがどんどん進んでいきます。で、このねエピソードがもういろいろと、なんだろうな、この物語の読み手側の、まあ、条件によっても全然なんか感情移入できる部分とか感化される部分とか全然違う多種多様なエピソードとなっていて、本当にその誰々と犬っていうように、こうメインの人物ってもういろんな問題を抱えているわけなんですね。なんですけど、その問題をこのタモンっていうね不思議な犬と接することで、どんどん成長していくというか、もう変わっていくっていうところがすごく読みどころになっています。一つ一つのエピソードを撮ってみてもいろんな結末が、ありまして、そのタモンとのねいい別れ方であったりとか、その悪いねちょっと私が悪い別れ方もあります。だけどその各エピソードの主人公にとってのタモンがいてくれたからこそ、まあ、成し得た行動っていうのが随所にはっきりと描かれているので、まあ、そこが特に良かったですね。めちゃくちゃ面白かったです。で、僕が特に好きなのが5個目の話、娼婦と犬と7個目の話、少年と犬ですね。この2つが良くて、特に娼婦と犬はなんだろうな、結構ミステリー的な要素もあり、そのタモンとの出会い、タモンとの生活、そして別れっていう風に進んでいくんですけれども、この作品ではもうなんかその別れの部分が特に印象強く描かれていて、僕はすごくこのエピソードの中では一番好きな作品ですね。で、もちろんですね、その少年と犬という最後のエピソード、これがこの作品自体のメインのエピソードとなっていて、もうなぜタモンっていう犬は仙台からこう南へずっと向かっていたのかっていうところが最後明かされます。で、ここがね泣けるのよ。ここのエピソードはねぜひ読んでほしいですね。タモンってこう自分が何をするべきかっていう役割っていう部分もそうですし、その出会った一人一人の人間に対してもう真摯に向き合っているんですよね、犬ながら。で、それが最後にね、最後の少年と犬というエピソードで、このここだけじゃないんだよというか、タモンっていう犬がどれだけのことをしてきたのかっていうのが最後にこうつながるっていう部分がもうめちゃくちゃ泣けて、これは本当に良かったですね。はい、ちょっと最後ね感情的になってしまいましたがすいません。ということで、いや、ぜひね犬好きな方はもう本当に読んでほしい作品ですし、まあ、短編集の中でもう次何読もうかなという方はぜひね一つ一つのエピソードも残っていて、さらに全体として見ても素晴らしい物語となっているので、短編集を探しの方もぜひ読んでみてください。超激推しの一冊となります。ということで、おすすめ本5冊目が
長谷青春さん少年と犬でした。はい、ということでおすすめ5作品語ってきました。いかがでしたでしょうか。いやーちょっと語りすぎて、まあ、すごい尺になってしまったんですけれども、まあ、いかがでしたでしょうか。ちょっと読みたい作品ありましたかね。でこの中で僕が特にここから読みたいなって思ってる方におすすめするのだと、最後の話した少年というですね、これはですぐに読めるし、いろんなエピソードがあるので、特に、グイグイと読ませられる素敵な小説となってます。でその他の作品で言うとちょっとねシリーズ作品結構紹介しちゃったので、その中でもミステリー小説何か一冊読みたいという方は名探偵のハラワタ、いやこれはもう満足ですね、大満足、最高の一冊ですので名探偵のハラワタ読んでみてほしいです。で、ちょっと紙の本あんまり読まないんだよなという方はぜひねこちらの、世界で一番好きだった物語、この体験は本当にこの作品でしか味わえないのでぜひおすすめです。ということでぜひ次読もうかなという作品、この3つの中から選んでいただければ幸いです。この作品以外にもですね、今すごいいろんな、ミステリー小説なんですけど面白い作品いっぱいあるので、これからもねどんどん読んだ作品を紹介していこうと思います。ということでこの動画面白かったな、参考になったな、これからいろんな小説知っていきたいなという方、ぜひ高評価とチャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。コメントもお待ちしております。皆さんのコメントいつも励みになっております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。いや名探偵のハラワタがですね、いや今までの今年読んだミステリーの中でも、まあ、かなりトップに面白かった作品で、ちょっと年末にね僕読んだ本のランキング動画いつも作るんですけど、ちょっとね上位見えてますねこちらの作品。いやめっちゃ良かったですよ。ミステリー好きな方で、まあ、読んでないという方ぜひね読んでみてください。いやこれエグかった。はい、今本当にねいろんなミステリー小説っていっぱい刊行されていて、まあ、注目作品もねどんどんあるので、そちらまたねいろいろ僕買っちゃったんですけれども、そちらもちょっと紹介しつつどんどん読んで感想を語っていきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。17